リムマスク、バニー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 だ。ブラックメソーレ、残念だったな。そう簡単には CM に出れないからな。そうだよ。おー、DDT のいいのが出てもいいんじゃねえか。おー、いいですね。ザリーブの CM に。おー、いいんじゃないですか。アキスさん、どうですか。イーノさん、アキスに困ったら、ザリーブバニー。おー、くそー、俺はな、ザリーブを諦めない。俺だってな、毎週毎週あの番組録画してまで見てんだろ。なあ、地元の親だって楽しみにしてる。そこに俺は必ず出演してやる。くそ、ダンプシャーンの一斗缶、あんなもんな、食らいたいわけねえだろ。食らいたくはねえけど、だけど俺はリーブの、ザ・リーブのコマーシャールに出るためなら何だってしてやる。佐藤社長、俺はザ・リーブを諦めない。ザ・リーブー、シャー。負けねえ、俺やねえ、やねえ。今日2試合目、うん、いい感じに後楽園で体が温まって、うん、今日のこのリミットブレイクの試合に臨めました、うん、相手米さん、うん、木下康平選手、うん、どうでしたか。いや、個人的にはね、米さんはいつかシングルマッチやらなきゃなと思ってるんですよ、うんうん、俺も今日はヨネさん、ブレンバスターで投げれたけど、トーチャーラックボム、そしてシューティングスタープラス、決めることができなかったから、いつか必ず決めて、ヨネさんから3カウント取りますよ。そして、木下選手、シアトルで、あの男によろしく伝えといて。以上。以上。ごっちゃん。ごっちゃんし。あのね、ここはリミットブレイクです。いつまでもね、遠藤はね、何年ね、いい格好させられないし、やっぱり俺らが勝たないとダメだと思ってるんでね、こんなに生きのいい、若いのもいてね、次はね、負けないな。はい、うん、おい、DDT、ノアリミットブレイク、こんなもんじゃないぞ、うん、俺はしつこいぞ、勝つまでやるからな、次や次、うん、次また捨てろ。よし、行こう。また次だ。藤田和之、いやもうやっぱりプロレス、その格闘技行って、今はもう別のもんやった感じはするけど、その強いプロレスラーっていうのを守っていたのが藤田和之だと思うんで、その藤田和之真正面からぶつかれて、ああ、勝てなかったけど、めちゃめちゃ体に藤田和之っていう強さを刻み込めただけでも、このリミットブレイク、上がってる甲斐はあったんじゃないかなと思います。もともと藤田、塩崎っていう標的がリミットブレイクにはいるんで、勝てなかったけど、引き分けたっていうのも、ああ、1個大きいのかな。ああ、この
古いですけど、リミットブレイク第1回から出て、チームノアの人間じゃないけど俺も引っ張ってるっていう自負あるんで、またその行動映させてもらいます。ありますか、大丈夫ですか。まだしおはサンキュー、サンキュー、うん、ナイスアシスト、はい、いや楽しいな、リミットブレイク、はい、う楽しいね、う自分らのリミットやで、うん、上限を超えていく戦い、うん、今日の試合には俺は、うんうん、あったと思うし、うん、まだまだリミットは上げていけると思うし、うん、それをカットしていけるし、うん、楽しかった、岩本、何回でもやろう、何回でも、お客さんが飽きるまでやろうな、やりまくろ、初めての対決でね、俺は楽しかったよ、2人ともね、うん、すごい、もう前回の横浜での初参戦から今日2回目で、本当にやっぱチームノアに来て正解だったなと思うし、リミットブレイクがすごく今自分のやる気を導いてくれてて楽しいんだけど、一つ残念なことがあって、来月のリミットブレイクは、お休みという欠場します、ちょうど来月のリミットブレイクの大会の日に、私は、鼻の手術をすることを決めました、ずっともう20年プロレスのキャリアありますけども、鼻呼吸がもう9割ぐらいできてません、ほぼ全くと言っていいよりも鼻呼吸ができてません、プロレスをする上でやっぱり鼻呼吸ができないというのはスタミナの面とかでやっぱりすごい大きな支障があります。もちろんプロレスだけじゃなくても人生において大きな支障があります、この機会にしっかりと治して、もっともっとノアのため、もっともっとチームノアとして活躍していきたいという思いから、手術の決断をしました、手術といってもとてもそんな難しい手術じゃないので、2、3週間のお休みですぐ戻ってきます、もう鼻をバッチリ直してね、鬼の鼻を手に入れてバリバリ最強ナンバーワンとして戻っていきたいと思ってますので、皆さんご期待ください、ね、リミットカットして帰ってくるから、うん、お前はだけど可愛くしてくるからね、綺麗な鼻に、プリキュアで、プチのあれじゃなくて、はい、ガッチリのあれ、ガッチリ、プロレスリングのリミットブレイク、7月以来な、2ヶ月ぶり、3ヶ月ぶりか、2回目の参戦で、また相手には小峠敦、最初戦った時も大抵も思うように来なかったしね、あんま SNS でやり取りするつもりはないけど、SNS でね、つっついても、手応えなし。でも今日、リング上で、来たな、あいつ、小峠。そう来なくちゃよ。このリミットブレイク、プロレスリングの、上がる意味がさ、あるだろ、あいつがガンガン来たら。所属の、ジュニア、大原選手、小峠選手、二人しかいない。こんな美味しいシチュエーションないんだよ。初めて大原選手も触れ合ったけど、めちゃめちゃ刺激的だったけど、俺は最初から小峠敦に目つけてんだよ。そこはぶれないぞ。まだ小峠敦、俺とやろうぜ。さっきリング上でも言ったんだよ。足りねえだろ、お客さん来るまで。どんとやり合おうぜ。
段階でリミットブレイク最後で、まあ、東京で今日最後でしたけどね、忘れもしない2000年の時にね、秋山さんと初めて会って、でものすごいクールでね、怖くて、いろんなものが的確でっていうイメージをなんか一緒に、組めるようになって、でね、いろんなプロレス、またね、新日本とは違うものすごい奥深いプロレスを、まあ物覚えがね、俺悪いんでなかなかあれだけども、すごい教えてもらって、で今日もね、本当に組めてよかった、まあ怖さもあるし、ピリピリした緊張感もあるけど、肌から感じるよね。でもものすごい安心感もあるし、あの言葉いらないし、目が合うだけで、今日はちょっとシャキッとしようと思ったけど、ちょっとね、最後顔見たらね、ちょっと緩んじゃったかな。本当にありがとうございました。いや、本当ありがとうございました。まあ、もう思い出尽きないけども、本当に前も言ったように、俺にとって一番組みやすい、ね、最高のパートナー、そして、今回引退ということで、まああのね、あと何試合なんですか、あと5試合ですかね、5試合なかなかないですね、最後まで怪我なく走り切ってください。はい、ありがとうございました。いや、とんでもないです。あのリンゴ降りるんで、これから私生活の奥さんになります、はい、ちょっとそれやめて。いや、本当にありがとうございました、はい、今日は本当に嬉しいいい一日でした。自分は絶対生涯忘れないと思います。大和田選手はどうでしょう。大和田君、いや、いいと思うよ、うん、あの多分、今だと、この技は今は使っちゃダメとか、多分そういうのあると思うから、あのでもそうすると感情、もっと燃えるものを出して、うん、あのいいものを持ってると思う。だからで俺、あのまあ俺がノア離れて言う俺もなんだけど、今見たらノアから昔の何かを継承してるやつっていうのは、なんか俺は見えない、うん、トップの人間から。でやっぱり何かを、丸藤でもいい、杉原でもいい、大川さんでもいい、何かものにして、俺ら続くね、全日本ノアと続くものを何か一つでも表現してもらいたいなと。彼はそれぐらいできると思うし、うん、また次もしかやったときはそれを感じさせてほしい。めちゃくちゃ期待してるから、うん、頑張れ。いいですか、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いつ以来のプロレスリングのはかな、しょっちゅう上がらせてもらってるから、その辺の記憶は定かではないけど、そんなことはどうでもいいんだよ。なぜならこのノアというリングがとても素晴らしくて、とてもやり合いがあって、とても有意義な場所だからな。対戦相手が誰でもいい。そして今回特に斉藤明俊さんという、ずっと若い時からしのぎを削ってきた間柄の人とこうやってやり合うことができて、とてもとても幸せに思います。大和田みたいなすごい若くて生きのいい人間がいたり、秋山選手みたいなベテランで俺と同世代でほとんど同じキャリアで頑張ってる選手もいるし、プロレスラーは本当にいろいろだよ。そのいろいろの中に俺も入ってるんだ。入れてくれ、俺も。いろいろなプロレスラーの中の一人として、これからもみんなにいろんな思いを、いろんな感動を与えていければと思います。あれ出した、いっちゃうまがやろ。Yeah.
熱い声でした。今日藤田とやってちょっと勝ってないんだけどリミットブレイク、あと俺が味わってないのは塩崎、お前だよ。このリミットブレイク、チームノアが引っ張ってるのかもしんねえけど、俺も第一回から出てんだ。俺がそのベルトを取ってリミットブレイク、俺が引っ張ってってやるよ。塩崎、俺の調整を受けろ。石川選手、リミットブレイクは誰が引っ張る？俺たちが引っ張る。もちろん俺たちが引っ張りたいよ。でもな、その大会で一番目立つやつがその大会を引っ張ってんだよ。そのリミットブレイクを引っ張る存在になるためには、あなたの戦いは逃せない。挑戦はいつでも受けましょう。次回リミットブレイクでどうですか。ことより言わねえよ、やろう。まずはじめに塩崎さん、僕とシングルマッチ、そしてその世界ヘビーの挑戦者に選んで戦ってくださってありがとうございました。まだ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 これからだ。プロレスは負けてからが始まりだろう。負けて、やられて、やられて、何度でも立ち上がってやる。そう今日教えられたつもりだ。だから、塩崎さん、またそのベルトに挑戦させてください。そして、もっともっとノアの選手とも戦っていたい。わかるよな。そういうことだ。ノアの他の選手、ハルトキというレスラーをぶつけていきたい。だから僕はもっと挑戦していくぞ。ハルトキにこれからも注目だ。Keep your eyes on me! 目を離すなよ。以上。よし、はい、充実してるよ。初の防衛戦、初の選手のシングルマッチ、リミットブレイク熱いね、来てるね。いや、ハルト選手、ノアに上がって面白いんじゃないか。彼がその気ならリミットブレイクでもノアでも実力をもっともっと見せていけると思うし、まだ若いでしょ、もっと伸びるだろう。ただ
ノアに上がるときは今日以上の自信を持って上がるように。で、俺はノアで戦う彼の姿というものを見てみたいと思った。はい、次、石川修司選手。あれだけのね、巨体を見るのは久しぶりだね。あれだけの巨体、あれだけのパワー、あれだけの暴れっぷり、俺にとっては楽しみしかないね。その楽しみを誰にも奪わせない。次回リミットブレイクで決まりなのかな。まあ、リミットブレイクで生まれた戦いというものはリミットブレイクでやりたいね。まあ、それは俺の願いです。いいですか。はい、以上、ありがとうございました。あ、今日、藤田選手とやって、いや、やっぱりね、強さを感じて、やりごたえ十分だったんですけど、もう一人やっぱ塩崎、それを乗り越えることによって、食うことによって自分がもっとでかくなれると思うんで、塩崎こう食らって自分がでかくなって、このリミットブレイク、まあ、ノアの大会かもしれないですけど、フリーの俺が引っ張ってきます、はい、今日藤田と戦ってその覚悟ができたんで、また今度は塩崎を今度食って、石川修司を引っ張ってきますよ、はい、以上です。